哇，看到了，哇，啊，昨夜から全力を挙げてこの情報収集に努めていますが、この道路寸断のため能登半島北部地域への立ち入り、これ極めて困難な状況にあります。東京新聞の杉です。お疲れ様です。上空からヘリで視察した結果、道路の寸断、土砂崩れ、火災等の被害が広範囲で確認されたとの報告でありました。救助について伺います。空路というか空輸でですね、自衛隊に関しては現在現地に1000名の人員が到着している、入っているという報告を受けています。そして現地のこの警察、消防、自衛隊、海上保安庁以外で申し上げるならば、他の地域の警察から警察災害派遣隊634名、また消防の緊急消防援助隊2000飛び39名、現地に到着しているという報告は受けています。これから津波警報が解除されましたので、海上輸送ルート、これが確保できることになります。このように陸上だけではなくして、空輸、それから 海上輸送等を総動員して、現地に必要な物資、そして救助の人員を送り込むべく、昨夜から努力を続けているところです。